はい。これ運転免許試験場なんですけど、もうこれもちょっと考えられないんですけど、もうこれ大阪住んでた頃なんで、もう10年以上前なんですけど、免許の更新やいうことでまあ行ったんです。でその時はね、なんかね、車で来ないでくださいってはがきに書いてるんですよ。なんでなんで行ったら、まあなんか工事中や言って、でもう全部改装してます言って、でご迷惑をおかけします、あなるほど駐車場も工事車両でここは潰してるからなんやなということで、まあまあ更新して終わってたんですよ。で3年後また来たんですね、はがきが。それで今度は車で来なって書いてないんで、車で行ったんですよ。ほんなこうだんだん近づいてきた時にですね、もうなんや綺麗な建物になってて、ほんでそのライトがこう照明がこう見えるんですよ。なんかちょっと段になったところに、夜これライトアップしてる感じになってるやん、何を金かけとんの豪華な感じやね。はい。でまあ駐車場も綺麗やから、まあまあ広いし止めるとこあったからまあいいんですけど、で入ってで1番の窓口行って。1300円か2000円か払って、これ書いて3番行ってくださいで、そこの後ろの台のとこで書いてください。台のとこ行ったらこう斜めにこう書く、立ったまま書くとかで、ペンケースみたいになって向こうもこう向かい側から書けるように斜めになっとんですよ。でこう横流れペンケースペンないんですよ。なんでないねん、ペンどこにもないんですよ。3年前あったんですよ。ほんで1番の窓口行って「すいませんペンないんですけど」って言ったら「100円です」はあ、いやいや貸して。そうですね。なんでペンをお前これ買うだけなんで100円払わなあかんの。そりゃそうですよ。おかしい、ペンケースあるやんけ。なんであんねんペンケース。いやすいません皆さん買っていただいてるんで。下見たらもう大阪のやつらがもう泣く泣く切れながら買うたんか知らないですけど、そこの購買部みたいなところで買うたボールペンの袋いっぱい落ちてるんですよ。でもうみんなそれまたペンケースに置いて親切で行ったらええのに、みんな腹いせに持って帰ったんですよ。汚いな。お前らこれお前綺麗な建物建てて夜ライトアップできるような施設までしくさって、この上まだボールペン金とんのかと、あかん貸せ、まあでもそう、いやもう皆さん買っていただいてるんで、書いてへんはがきにボールペンとか、いやよくご覧になっていただければって駐車場の意識ばっかりやったから、よう見たら黒または青のボールペン持参って書いたん。うちにないねんボールペン、ない人どうすんねん、だから貸せ。いやもう申し訳ございません、これじゃあもうそこまでおっしゃるんでしたら12番の窓口行って言ってもらえますかって言って、で分かった。でそいつ1番のやつボールペン2本ぐらい刺してるんですよ、胸に。それ貸せや、だからいやこちらの方は言うて、12番の方にお願いします分かった。ほな12番行ってあかんかったらそれ貸せよ、約束一つしとこうと。ほならその女が「分かりました」だから今貸せよ。いやだってもうそんなもんね、どこ行っても今東京どこ行っても調布行こうがみんなボールペンありますよ。置いてます置いてますね。その収益もそこそこあるんでしょうね。そうですよ。考えられない後輩なんですけど、橋本や、まあ6年目ぐらいの芸人なんですけど、グアムに23年ぐらい前に松本さんとかと一緒についてこいや言って5人ぐらい行ったんですね。で4泊か5泊ぐらいですね。でツインを2つ借りてて、真ん中こう行き来できる、真ん中っていうかコネクティングルームみたいになってて、ほんで松本さんのとこには兄さんと水田村秋、これは僕はちょっといびきかくんで秋は静かに寝おるから兄さんと一緒にっていうことで、僕の方に僕と橋本と安住いうのがこれおって、はい、これはもういびきかきよんねんけども、いびきがね腹立つねん、鼻ちょっと悪いねん、鼻がおかしいねん、はい、吐く時出えへんねん、吸う時にカタ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 なんか鼻立つわー、便みたいになって腹立つねん、カタ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 、空調かな思っちゃうねん、安住腹立つ。まあまあ1泊明けて2日目遊んだ夜に、はい、兄さんの部屋で5人集まって飲みながら兄さんが「ええこと言うねん、夜中にどうしてもやっぱトイレに起きてしまう」と。ところがやっぱ真ん中のその扉も開けてるから、うん、みんなで5人と一緒やからしゃがんでおしっこしてると。いや、なんやったらもう座ってしてると、グラマーからもちろん様式なんですけど、ほんなら後輩とかが「なんでですか?」って言うねん。「いやなんで?」いや兄さんもう皆まで言いなはんな、僕が言います「アホか」と「音が出えへんためや、起こさへんためやお前らを、あほんまや」言って「何よお前しゃがむ時点で分からんのか」言って「よっしゃもう兄さんがそこまでしてくれてはんねや」お前らもうこれからもう夜中トイレ行くのはこれはもう止められへん、しゃがんでしょ、なんやったら流さんで、兄さん俺も流してへんそんなもん、朝起きてから流したらええやんって話してて、なるほどさすがや言って2日目の夜寝てた。まあカタカタはいいよで、まあそれはもうしゃあないで、朝8時に起きようって言ってて目覚まし8時にかかったんほんで、なんか俺もあんま寝られへんから、ああいうとこ行ったらパッと夜中っていうか、まあ朝方見たら7時ぐらいやね、あと1時間かこれきついな、1時間は寝られへんのはと思っててんけど、橋本いうのが立ち寄ってトコトコトコってトイレ行きよって、はい、あこれ橋本起きてんのか、これ昨日のあれ兄さんの話これ守れんのかちゃんと、お静かに扉開けてあれ全然音せえへん、おおしゃがんでやっとんね、偉いがな、さすがよう言うこと聞いとるがな、うん、うん流してへん、お出てきた出てきた出てきた、起きてんねんけど、このままベッドに戻りよったから、ああこれはようできたよかったよかったと。でもうあと1時間あるけど橋本来てんやったらみんなお子さんとスーッと外出て散歩でもしようかなと思って、俺もおしっこもしたかったからトイレ終わって橋本起こそうと思って起きてトイレ開けたら台流してへん、くっそ大丈夫だはい台流せんのは考えられへんやろ匂いで起きるやろ、匂いで起きるその声で全員起きた全員起きた、全員起きましたか、あれはちょっと怒鳴らずにいられへんかった、そこまで静かな夜やったのにな、難しいですね。キムはここへ来て、まあ短めにジュニア君が見てたら僕のことをいろいろネタにしてくれるというか、今もそうですけどピンクのポロシャツ着たまま電気屋行ってブルーかピンクどちらになさいます、ブルーなブルーに決まってるろ言って怒鳴ってたとかいろいろ言ってくれるんですけど、まあジュニアの失敗と言いますか、楽屋で冬前にハロゲンヒーター欲しいなって言ったんですよ僕が、ほな「ありますよ兄さん、僕いりませんね、あ使ってないのがある、なんでよねん、もういやもう大失敗しましてアホですわ、もう今の家も一軒家のとこの1階借りてるんですよ、上が大家で、ほんで和室で隙間風も入るし、なんかでも石油ストーブもタイマーもついてへんし臭なるし、ガスのファンヒーターもつなぐとこもないし、これどうしよう、あこれハロゲンヒーターや言って買いに行ったんですよ、ほんでタイマーもついてるしこれはぬくいまま寝れるで思って布団入ったら明るって寝れませんねそらせやろまあ2秒で真っ赤っかなりましたね、寝室全部遮光カーテンにしてねちょっとの光でも寝られへんのに赤を外に出せへんだけになってる。はい、まずめっちゃ短いですけど。あ、めっちゃ短い。二子玉川のイタリアンレストランで大山信代さんが注文聞かれて「ペペロンチーノ」言うてはりました。出すんかなお前。自分で出す。出される側ですから。便利そうだもん。中学の卒業式、15クラスくらいあってもマンモス校で3年になるまで知らんやつおるんですよ。男女共学の男子でも知らんやつおってんで、おとなしいやつで名前が沢田研二いうやつがおるのを3年で知って、ほんで出身タイガースも出身ですし、もうみんな当然そのもう大スターですから、ジュリーやんけということなんですけど、見たらもう普通にもうちっちゃい、ちょっとぽっちゃりしたもう色の白い、まあスポーツ狩りの感じの真面目なやつなんです。だからいじっても何もないので、もうそんな別にその学校でそんなやつがおるみたいなことにならなかった。ほんで3年の最後卒業式、そいつ1組やったんですね。で、ジャンボ中学なんで1組の1番のやつしか卒業証書呼ばへんと、もう省略や、もう 1,000人近くおるんで、うちの学校は出席番号順が54順じゃなくて誕生日順やったんですよ。それと4月2日で1番なんですね。で卒業式の前の日にリハーサルやられて、みんな体育館集まって、で教頭がまあ仕切ってて、で卒業証書授与のリハーサルの時に3年1組1番沢田研二言ったら、それ知らんやつがいっぱいおるんですよ、ね、もう場内大爆笑「ジュリーやんけ、どこやそんなぞったんかい、全然ちゃうやんけ、何がジュリーや」言って、ジュリーちゃうんですけど沢田研二のだけでまあまあ言われて、でほんなら体育の先生も指導係がブワー出てきて「お前らこら!」言って「何を笑うとんねん人の名前で、ほんで明日大事な卒業式や、お前らだけちゃう、周り不敬と偉い来賓の方来はんねん、PTA の会長も来る、明日ええか笑ったら承知せへんぞ、おい」みたいなことになって、でも次の日本番卒業式、府警来て来賓来て卒業証書授与のあって、3年1組1番沢田研二、でも生徒はシーンなんですけど、府警と来賓大爆笑。そりゃそうやな、そりゃなりますよね、体育の先生そらしゃやな、そらしゃや。いきます。いやー、本当にね。あ、キム。はい。新潟に映画のロケかなんかで行ってて、みんなでタレカツ丼いうのが有名やから、なんか醤油系のなんか、まあ豚なんですけど薄いのが3枚5枚とか選べたり、いろんなセットいっぱい、ファミレスみたいな感じにも郊外型でなってて、でもややこしいことになる時ありますやん、その注文8人だか10人ぐらいで行ってると、もう品川おったり野爆の川島おったり、役者やってる三浦正樹おったりね、プロデューサーやらなんやらでピピピいうやつおばちゃん持ってくるんですよ、メニューね、オーダー取りに。それもう書くやつやないから、もう融通機会のか知らんけど、それぐらいもいけるやろ思うんですけど、品川がまず僕タレカツ丼ちょっとご飯少なめって言ったんですよ。ないですよね、そんなご飯少なめの項目が。だからまあほな川島が「あ、僕その分の大盛りにしてください」って言って「いやいや、まあまあもうややこしいな、もうややこしいな、兄さんどうします？俺はちょっとあんまお腹減ってなかったんで、まあミニタレカツ丼のでええわ」言うて、エビフライとタレカツが2つぐらい乗ってる小さめのやつ。ほんで今度三浦が「俺もそうやったらカツカレー大盛りにしたい」とか言い出して、もうその分ご飯も足れへんから、ほなもうそれは大盛りな言うて、ほなこっちでプロデューサーが「いや僕ちょっとご飯少なめでいいですけど」とか言って、「いやもうよろしやんか」と、もうそれぞれがもう来てからでええんちゃいます。おばちゃん「シェフに聞いてきます」とか言って「シェフって」とか思いながら「いやいやよろしいよ、いかんでこっちでやります、こっちでやります。で大盛りじゃ少なめやね、少なめはええです。もうそれは後でこっちでやります。でまあまあ大盛り川島の大盛りとでこっちのプロデューサーもタレカツ丼5枚のやつね、少なめで言って、三浦はもうただの大盛りのカツカレー、これみんなで分けるって、それでバーッで最終的に来たんですけど、僕のミニタレカツ丼がご飯少なめなんです。そんなんやな。こちらミニカツ丼少なめです。何にも言うてないおじいさんやな。ちょっとまあ仕切ったみたいなことかな、落ち度があるとしたら。腹立つな。さらに少ない。俺の食細い思われてんねん。一回言いましたわ、いろいろ少なめだ思うんだ言うたから俺のになった。いきます。まあいろんな話ありない人もね。あ、キムです。こけそうなったんですけど、要は閉店のお知らせの店にこう貼ってあります。理髪店が長い間ご愛顧いただきましたが、でも古い感じになっておやめになるので、そんなんが何枚か最近見かけてて、つけ麺大王ってチェーンでもう中華ですね。で目黒のとこの前通りかかった時、やっぱシャッター閉まってて張り紙してあるんですよ。ものすごい丁寧に、この度長らくご愛顧いただきましたが都合により閉店の運びとなりました。今までご来店いただいた方々には深く感謝をいたしまして、今後の生活により豊かな生活が訪れ、健康で幸せな人生が築けますようにお祈り申し上げております。最後大王なんです。いやいや、そこはもうそこはしょったらぐーんと上からのね祈っとるぞ。そこはもうつけ麺もいる。そんなに長く書いたのにな。ものすごい丁寧に書いて、そうそう書が尽きたみたいな。絶対ね。まだね。あ、来ますね。髪の毛薄いで言うたらあれグリコ森永藩の犯人を公園まで突き止めたっていう松なんとかさんっていう方いらっしゃるんですけど、もう音のプロなんですよ。もうマンホールがペコンって言うたら、このマンホールの音はどこそこの何区のなんやらので2階から録音してる感じやとかが分かる人で、もう絶対この人の耳にかかったらどんな秘密も絶対隠されへん言うてる人、もうこんなカツラです。わあ、出てきますね。ヘッドホン外す時にちょっとずっとあの人よう出てくるよね。で息子さんがずるむけないよな。で息子さん堂々としてるからね。この息子にこの親父おかしいやろっていう。絶対ずらやんって証明になるんですよね。息子ハゲとるから。行きましょう。行きますよね。まだね出てない。あ、木村さんちょっと今日は多めですけどね。打ち上げとか飲み会が一つの話題でもう全然盛り上がらへんかったっていう、途中からその話ばっかりになって全然おもんなかったっていうんですけど、品川が言い出しよったと思うんですけど、なんかある大河だかなんかの誰かのセリフで「よど殿もよど殿ならねね殿もねね殿だ」っていうセリフがあったらしいって、それをみんながこぞって言うんですけど言えないんですよね。よど殿もよど殿ねね殿ねね殿、いや今ちょっと長おかしいみたいな。それがもう3時間です。全然おもんない。もうええ、もうええやん。言えんでもええし、そんな嫌いやからな。よろしいやん。違う話も3時間やん。で酔うてくるから余計言われへんやん。だんだん言えるわけだな。最終的にそのセリフがおかしいってなって「よどのもねえどのもおよしなされ」にしたらいいのにね。何やそれ。セリフ変えんなよ。俺一回目言えてたやん多分。今ちょっとあれとけた。払ったんですよ。考えられないんですよ。よくね、よくおっしゃいます。ますね。いやこれはまあまあ考えられないっていう言葉はね、木村さんが作った僕が言葉やと思うぐらい。ほんま考えられないですよ。もうどんくさい後輩で、もう今はこの世界いないんですけど、15年ぐらい前ですかね。これ松本さんの家ですき焼きやらしてもらったことがあるんですよ、大阪の。それでもっと臭いやつで何やらしてももう遅いし養老園し、三角公園の坂上ですけど、やめたけどね、すき焼きしてて、そいつが隣に座ってて、で松本さんら何かおってで坂上お前もう肉食えよってまあいろいろ話してたんですよ。でこう僕がこの辺の鍋のこの辺のお肉をこう取ろうと手出したんですよ。その時誰も手出してないんですよ、はい、坂上がここへ手出したんですよ。何してんの何してんの、まあまあありえへんね、その時点でまあありえへんけどね、何してんねん思って、これどういうつもりやねんって思う次の瞬間肉すぐ取ってボト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 、あきろおらなんておらそれ肉しか見てませんでした。考えられないですよ。考えられないです。確かに考えられないです。いや確かに考えられないですね。そいつほんでそこから辞めて芸人諦めて制作会社かなんか入ったとか番組とかイベントの企画会社入って、でなんか5年ぐらいして課長になってなんか出世して家族もできて子供も養えるようになりましたみたいな噂を聞いてたんですよ。ほんならちょうど今から5年ぐらい前に10年ぶりぐらいですよ、電話かかって急に携帯に留守電入ってるんですよ。それで留守電聞いたら「すいません助けてください」どうしても困ってることがありまして言うて電話あるから、あこれイベントかなんかこれタレントとかまあ泣いたかなんかでなんか急遽俺にお願いするのかなかなんか思って慌てて電話したんですよ。どうして坂上すいません明日草野球なんですけどメンバーが足りなくて。考えられへんな。いただきました。いただきました。いただきました。キム結構早めに来ましたね。はい、ドラマの現場で待ちの時間なんですけど、こういうことがあったんです。三浦友和さんと、はい、映画でご一緒ということがあって、うん、で出番は違うんですね、うん、で絡みないんですけど、うん、僕がオールアップ山梨かどっかでオールアップする日にインされるっていうことで、でもう僕は帰る送ってもらうだけだったんですけど駅に、でもメイクさんとか衣装さんとかが「三浦さんがすごい木村さんのことファンだっておっしゃってましたよ」って「あそうなんですか」「いやもうバラエティももうなんかプロレスとかも見てらっしゃって」「ああ昔やってました」って「すごいなんか会いたがってらっしゃったんですけど残念がってらっしゃいました」って言って、確か干支も同じなんじゃないですかね木村さんとって「うさぎでしょ?」って確かその誕生日なられて「うさぎだ」っておっしゃってたような気がします言って「ほんまですか?」ってあまりにも言われるんで、次の日朝ちょっとプロデューサーに頼んで休みなんでちょっと現場までちょっと1時間ぐらいあるんですけど連れて行っていただいて挨拶してから帰ろうって言って。で連れてもらったんですよ。ほんでもう、まあ、現場、まあ、ちょっと雑多な感じでもうこたつの中入ってはってずっとそのまま狭いからそのまま待ってはる感じになってもうて、まあ改めてこうね立ち上がって挨拶してもらうのも恐縮なんで「いやもう初めまして木村一です」「あああごめんねこのままでちょっと」「いやいやもう全然大丈夫です」って、あれあれ向こうからもうちょっとあれファンやったのにあれ僕としては想像としては「うわ木村君来てくれたの出番もないのにえ何ちょっと携帯番号教えてよ」言うてなんか別に家呼ばれてちょっと手料理桃江さんのなんか呼ばれてイメージですよ。これなんか帰りになんか高い皿でももろてね。いやもうそうこれきりですかとか言われて「それ歌ですよ」とか言ってもうそうほんでそのお皿をもろて帰ったら1か月ぐらいに皆さん「今度木村君の家行くよ」って「うわ皿割ってもうたらどないしょ」みたいなねぐらいまでそういうことを思ってって「あれあ次まあ俺かまあ次のセリフも」って「いやいつも見てくださってるそうでそうなんだよあれまた終わったあれって見てあっじゃあ切り札絵と一緒や言ってたんです。これを言うたらなんとかまあなる。誕生日おめでとうございます。一緒、僕ウサギで一緒なんですね。あ、僕タツ。タツってメイクのクソガキ。間違ってやがれるんだから。しゃあないわ思って、もう何にも盛り上がらんと帰ったという話をある番組でしたんです。でここからなんですけど、でそれを最終ドラマの現場で刑事役の、まあ、若手もベテランもたくさんいらっしゃって、ちょっと待ちの時間やった時に一人のベテラン刑事役の年配の方が、ちょっと名前ちょっと存じ上げない、顔見たら分かるぐらいの方なんですけど、あの時のあの三浦さんとの話面白かったねって言うんですよ。ああ、ありがとうございます、見てくださってたんですね。いやあれね、なんだっけ、なんか現場まで行ったんでしょわざわざ。はい、あれこれまた言わなあかん感じやぞこれ。たまにある。これまた周りの、まあ、何人かは「ああ知ってます」って言うねんけど、他は「何何何」みたいな。いや本当あれ笑ったよねってずっと言ってるから、これいよいよ本域で言わなあかんぐらいなので「しゃあない!」と思って今ぐらいの感じで一からもうその町部屋でも喋ったんですよ。ほんで、まあそのまあ空想の辺もまあやって、でまあ皿が割れてなんやかんや言うってで、いよいようさぎ年なんですねって言って、あともう僕立つっていう一言残した時に、その張本人の携帯鳴り寄ったんですよ。出よったんですよ出てまた怒った。うんうん、大丈夫大丈夫だわまた怒ってるやん。もう何にも大丈夫ちゃう。怒ってるやんか。落ちや落ちまあね、我々はあれつらいよね、ああいうのね、あの邪魔はつらいよね。言わないか。ほんまお願いしますよ。いきます。今度いきます。あ、これはもうキムに行きますかね。そうですね。はい。もうあんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども。もうあんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども、7年8年前ぐらいです、ジュニアが東京来て、まあ、ちょっとしたぐらいの時期で、あの子、まあ、そんな暇やったんで、みんな仕事も、偏ったりとかしてたんで、結構昼間からずっと遊んでたんですね。これ松本さんと僕とジュニアと3人の時の話なんですけど、まあ、松本さんの車で家集合して、で僕が助手席乗ってジュニア後ろ乗って、まあ、ラーメンでも行こうかと1時2時ぐらいに、まあ、ラーメン食うて、まあ、大体の予定がラーメン食うて、まあ、お茶飲んでなんや買い物みたいにして、まあ、晩飯もなんか食べて、まあ、解散しようかみたいな感じが通例やったのね。で、まあ、ラーメン食べて、でアイスコーヒー飲みたいな言って「いいですね、査定行こうか、あの査定行こうか」って言い張る。どこですか？原宿のや、原宿のサテン、前行ったよ3人で、このメンバーや、ちょうど半年ぐらい前かなって松本さんが言って「あ、どこですかね、ジュニア分かる？」「いやちょっと分かんないですね」「いやいやまあまあ近づいたら分かるわ」「ああそうですか」言ってバーッとなんか原宿の駅の横の方のちょっと R がついたとこ、ここで止めてちょっと入ったとこや、思い出したやろ。いやちょっと分かんないですね。ジュニアは分かんないっすね。いや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 、来たこのメンバーで半年前。だんだんちょ腹立ってきはって。まあ入ったら分かるわ。ってもう目の前に来たらお好み焼き屋さんになってんねん。いやこれ今はお好み焼き屋さんやけど前サテンやったんや。分かるやろもう。いや分かんないっすね。いや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 、絶対おかしいよお前ら。もうちょっとあかん入る言ってお好み焼きさん準備中やねんけどバー入っていって従業員仕込みしてるとこで「ちょっとすいません来い入るおあんまり変わってへんわ、レイアウトあんま変わってへんわ、ちょっとすいません、ここほらショーケースのとこ、ここほら見よ見、なんかキャベツかなんか入ってる、ここ前コーヒー豆入ってて俺買うて帰ったあ、こっち週刊誌積んだって思い出したやろ」。わかんないっすね。いや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 、お前らいい加減せえよ。二人ともっちゅうのは考えられへん。いやちょっと待て、ちょっと店の人聞くから、ちょっとすいません、ここ前サテンでしたよね。あ、まあそんなことを聞いたような。前の査定の人ちょっと連絡取れないですかね。あ、まあ電話番号一応あります。ちょっとすいません。ちょっと電話します。ちょっと電話貸せじにや。はい、電話して。なんでちょっとすいませんけど、もし連絡取って連絡ついたらちょっとジュニアに電話するように言ってもらえませんかね。お好み焼き屋さんの大将に「ジュニア電話番号言え！」ジュニア「はい」って書いて。もうでも出て、お茶ないからお好み焼きになってるから「もう乗れ！」言うと、お前らほんま肝においてはやな、こっから竹下通りの抜け道がありますよみたいなこと言って買い物行ったやないか。すいません、わかんないです。いやもうええ、お前らもうええわ、アホか、こんなしょうもない後輩や言って乗れ言って、まあ、車でももうまあ何話すわけでもなく、まあどこ行くかなみたいな感じで走ったらジュニアの携帯電話あって、ジュニア出て「あ、はい、もしもし、あ、はいはい、すいません、あ、ちょっとすいません兄さん、さっきのお店の人が、ああ貸せ車止めて、もしもし、松本ダウンタウンの松本ですけども、半年ぐらい前だと思うんですけど、僕と木村祐一と千原と3人で行きましたよね。ああそうですか、あ、はいはいはい、すいません、はい、知らん言うてはるわ言うてもらういやそれはだって俺らは行った記憶が全くないからうわどうしようかな、車の中でも片身狭いし、で結局なんかその日はもう晩飯ももうなんか行く気になれへんみたいな感じもうなんか解散やみたいになって、ジュニアと2人で降ろされたっていうか、まあ送ってもって、ジュニア覚えてる、いやない、違う、多分間違うてあると思うんですよせやけど勢いやったからな言うて家帰ったその日は。ほんで3日後か4日ぐらいガキの使い家で見てたんや。で遠くなって「レディース&ジェントルマンバー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 ン」言うてダウンタウンさん出てきはって、松本さんが「いや浜田よ、もうこれ老いというのは怖い、老化というのは怖いな浜田もう何やどないしたんや」え、何やろうって思ってた。いやこないだなキムとジュニアと3人でな、まあ、ラーメン食うてチャイ行こう言うたらな、2人が知らんよんねや。あの時の話してはるわ、何やろうって思って、お腹立った相手話になんのかなって思って、ほんでなもう行ったんや、ここ思い出すわ、道歩いてたら言うてお好み焼き屋なってたんや、ほんほんって、ほんでもうお好み焼き入っていって、もうほらお前らもう来い言うて、時のまんまやんな。ほんでここがショーケース、ここがコーヒー豆置いてあってって言うた瞬間、違うわ今田と山下やって思ったんやコーヒー豆がでもそこでもう間違ったら言われへんからここに週刊誌があって思い出してやろう、いや分かりません、いや電話番号のくだりも全部あって、ずーっとその時もう違うって思ってたそれで前の人の連絡先分かんないですかねって言うた時に「分かります」って言われた時「連絡ついちゃう分からんでええのにそっからキムとジュニアにもそんな話一切今日までしてないから。7年前ただ泣き寝入りですよ泣き寝入りとはのことやな。どうですかガキ見てたらさらにもう時な浜田な、もし思い出したふりしよったらどついたろ思ってたよかったジュニアに電話したことは言うまでもないわ見てたね。腹立ったというか悲しかったんですよ。なんか兄さんとの思い出は喫茶店のことでも覚えといてくれよって思ってたそうや、途中切れながら「お前ら兄さんとの思い出よ」とか言うてたね。お前ら兄さんとの思い出をめっちゃ言うてた。今田さんと山下いやーしかし滑らんねすごい。ああこれは滑らんわ。あキム、はい、これはまあそんな緊張せんでええやん、もうそのまあええけどもうちょっと気使ってみたいな話なんですけど去年の暮れのこれの収録前の楽屋でのことなんですけど、大輔が子供が生まれたと、はい、で予定日1月やったんですよ、うん、で1月やったけど、うん、年内に生まれて、うんはい、まあでもうん、体重もしっかりしてるしよかったな、うん、言っておめでとう言って、うん、言っててでなんとなくまあジュニアもいてで誰かがなんか来年やったら何年やとかみたいな、うん、で今年は虎やから来年はウサギですよね言うて、うん、確かにもう聞いてるはずなんです。ウサギって誰がおったかいや兄さんとか松本さんもキム兄もウサギやでとか言って確か聞いてるか聞いてへんかみたいなぐらいの微妙なことやったんですけど、うんうん、で大輔がその生まれたことをまあこういやほんまよかったですわ言うて。喜びながらで松本人志様って書いてますやんここなんか置いてますやんメモってみんなので木村祐一様って僕もここにいるんですよいやーほんまよかったですわいやもうほんまね来年まあ予定日来年やったんですけど来年やったらもううさぎ年なんですよねもう虎でよかったうさぎ年みたいなしょうもないと思ういやほんまよかったうさぎみたいなもうしょうもないジュニアが前におってジュニアは察して僕の顔も見てまあ俺はまあトラやけどなって言ってチラッと僕の顔見たら大好きそれに気づいて顔面蒼白なって「はあ！」言って眼鏡パーッとって一発思いっきりどついてください何回でもええけどいやいやええけどいやでも軍人か俺らそんなんちゃういやほんま失礼なことしたなと思いましたよねやっぱりそれはあかんと思ってすいませんほんまにうさぎ年も別にしょうもないでしょボロクソ言うてたんですよその時は男でうさぎはもう終わりやいやいや申し訳ない虎の方がかっこいいかなと思ってそれで言ってたんですけど 男の子はねちょっと憧れはねまあねさあ星来ましたよどうですかこの流れでどうですかこの流れ誰か行きますか僕あじゃあね最年長木村さんですよ松本さんと同じですけどもうお前帰れやっていう話怒ってるな怒ってるなこのあと初代 MBS ミスター考えられへんが吠えよ滑らんな最年長木村さんですよ松本さんと同じですけど一回言えやっつってもうお前帰れやっていう話怒ってるな来んなよそんなんで来たんグアムのラーメン屋さんなんですけど、はい、松本さんいらっしゃったと思うんですけど、はい、後ろの席で日本のまあ要するにその、まあ、から出店している、まあ、グアムには、まあ、もうそこしかないぐらいの感じのところも美味しいんですよで現地の人がね、まあ、よく来られるんですよまあおいしい言うて、まあ、ラーメンね、はい、まあ珍しいのもある日本の味になってますわ今、はい、で後ろの席でねもうそれこそもうなんていうんですかねもう短いオールバックでピシッとしてサングラスかけて、はい、もう褐色ですわね現地の人ですから、うん、若い30万まだ行ってないですで一人で来られてたんですよピタッとしたシャツ着てそれでラーメンを熱いラーメンを。で俺鏡で見えてるんですよその人でラーメンを来てめちゃめちゃ猫舌なんですよもう怒ってるねもう怒ってるわでこうまずねこう来てね箸でこう箸はうまい箸はだから何回も来てるの多分箸上げて肘ついて、はい、さあこっから拭きにかかるね、はいうん角度変えたもうこう肘ついてるからもうずっと拭くつもりやねんちょっと見えてんの何回拭くねんこいつ肘ついてるで1回10回ぐらい拭いた後1回置きよんで置いてその縁丼の縁に箸かけてそうめん干すみたいな感じで一回休みよええーでまたおもむろにこうやって持ってもう汁も何も味も何にもあれへん多分めっちゃ冷えてんクーラーも効いてるしでもう一回拭こうとした時に、うん、ちょっと唇当たってフッてなって見たまだ熱い今肉眼で見たんですね見たんですよ何歩ほど拭くねでも吸うのはできへんからこう口に声入れて、で食べてもう遅いやん、で俺は食べ終わってもう行きましょうかって言って「なんじゃこいつ」みたいな顔して横を通る時にこう見たらこうやってパッと目をって「なんでやねん!」何にもグッドテイストのことあるやんテイスト知らんやろ分かってるなぁいや確かにあれはひどくてねさあ次お出たこれはやっぱりジュニアでしょうねおかしいですしゃべんねん木村さん行きますかはいまあこの折なんで沖縄でのことでベタな話で恐縮なんですけど宜野湾バイパスのとこあるんですよ335線ですかねあれねなんかアンティークショップがザー並んでてものすごい好きなんですよアメリカ雑貨とか置いてたりとかしてほんでいつもレンタカー借りてきてる去年の話なんですけどちょうど引っ越して玄関のとこになんかおしゃれな椅子置いときたいみたいな感じで妻と車止めて工事かなんかもしてたんですけど、まあ、スペース止めてで入ったんですけど老夫婦がやってはるアメリカンアンティークみたいな、なんですけどなんか椅子がまあ1980年代とか1800年代とかいろんな時代それでおばちゃんがちょっとだけ、ちょっとまあ天然みたいな感じで「これどこのですか?」「あこれはねアメリカ」ってすぐ答えるんですけど、2分後に「あごめんなさいイギリス」みたいななんかそんなおばちゃんなんですよ。うちはね近くにねホテルといってもねペンションかなそういうのやってんの家具が余るから息子がアメリカで買い付けてくるからすごい余るからそれを使ったね人気あるのよそのペンションはもう今もねもうずっとね満室なのってあ雑誌に載ったのあるからねちょっと持ってくるわねつって「あこれこれ」っつったらなんかベリーかなんかいう女性のファッション雑誌やったりとかして「あこれ違う」みたいな「いやそれはアンティークの本やないこと表紙でわかるやん」みたいななんかまあ楽しいおばちゃんなんですけどでもこの辺あれですね海もちょっと見えるんですよ遠目に海も見えていいですね言いながらで椅子1個1脚ずつ買うたんですねでこれ2脚同時に2500円で送れるからここ買っちゃいなさいこれ息子が「これ手彫りの椅子なのよいいわよこれ」っつって「分かりました」じゃあ2脚これじゃあ梱包して送っていただけるんですけどそうそうそう2脚でね、2500円だから送料もね2脚あ5000円みたいな「いや違う全然違いますよねまあでもええか」と思ってまあその椅子気に入ったんであんまりないシートの色やって紫でこうったんですよでまあいろいろ世間話してる時にこの辺でも大変ですよね基地もあってそうなのよあれヘリコプターが来たでしょオスプレイが来てねあれがもうこの時間ぐらいになると飛んでるんじゃないかしら怖いわよもうすぐ目の前だから言ってその時ちょうど外でバタ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 言うたんですよあ来た今来てるわ見に行きましょうって出て行ってバー開けたら思いっきり道路外ってるおっさんがとか。いやいやまあさあまだ時間がねはいまだまだそうですねお二人来てこの後ねたら出るんですよ短めで非常によろしいですよいやー滑らないっすねいやー本当にねまだまだ全然喋ってない人があれはいキムですちょっと怒らせていただいてもよろしいですか夜中テレビ見てたんですよなんかこう外国の映像が流れててでここがそのテレビの中のとこでネパールだかタイだか、はい、ミャンマーか分かんないんですけど、はい、うわー人と自転車うわー行き来してるんですよ、うん、ところがこの5メーターぐらいの幅だけ工場かなんかの通路になってて、うん、それをトラックかなんか通る時道をこう遮断しないといけないんです、はい、これ交通をこう止めて、うん、で警備員が3人ぐらいおるんですよ。おっちゃん2人とおばあちゃん1人で、あビビビビビビビってガラ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 ってこう門みたいなこう、まあ、閉めよるんですよ。ビビビビビ言って閉めて、まあ、人止まってトラックバー行ったらまたこうガラガラって開けはるんですね、はい、開けはったらまあ交通が今まで通りブワー行くんですけど、この係の人らの待合室が向こうにあるんですよ。はい開けた後またこないしてすわ開け方逆やこれはやっぱり立たないとわからない。確かにねこれは考えられん小屋移動したらええだけやな。怒ってたんや、はい、これも一体誰に訴えかけてんのかよく分かんないんですけどね。まあまあでもね、いやーちょっとね出目がね、はい、そうなんですよね、まあ別にね誰が出てあかんことはないんですけどもね、松本さんが結婚される時にまだ披露宴をそのするかせえへんか分からんっていう時にまあ支払えへんちゃうかということでちょっと身内だけでやろうや言って宮迫とで中居君スマップのとかと、まあ身内だけでちょっとまあご飯会企画しましょうよって中居君とか宮迫と相談あってね、滑らんな滑らんな滑らんなあキム、はい、もう僕はもう一人でうっそーん思ってこけた話なんですけど、松本さんが結婚される時にまだ披露宴をそのするかせえへんか分からんっていう時にまあ支払えへんちゃうかということでちょっと身内だけでやろうや言って宮迫とで中居君スマップのとかとまあ河本もそうなんですけど、まあ身内だけでちょっとまあご飯会企画しましょうよ言って中居君とか宮迫と相談あってね、で飯は木村さん決めてくださいと。ご飯屋さんは決めてください。その後ちょっとイベントみたいなの考えてますと、喜んでもらえるようなイベントを考えてます。なんやねん言ったら、いやちょっと中居君が兄さん好きなクロマニヨンズのヒロトさん、小本ヒロトさんにちょっと声かけたらちょっと来てくれるみたいなことをね、まあそれ内緒でちょっと来てもらおうかな思ってるんですよ。あんまかまあでもなまあ来てくれはんやったらええんちゃうか、何してもらうの、いやちょっと歌うと、マジで歌言って、まあでもまあ俺は飯はまあじゃあどこそこのって言って、まあ6時7時ぐらいから抑えるから、その後じゃあまあ場所とかはやります言って。でまあ、1週間後ぐらいにその日程が決まってて、はい、中居君から電話かかってきたんです。木村さんいよいよ来てくれはることになりましたと。でまあスナックみたいなとこを貸し切りにしてるんで、お願いします。いやでもな中居君それ来はんのはええけどそんなにやっぱりべったり喋ったこともないし。歌ってもらわないけどその後どうするの、相手もまあまあせないかん、まあそれは食うじゃないけどもどんな感じで向こうもいてはったら、いやそれね木村さん大丈夫なんですよ、次の日フジロックなんで早く帰られると思うんですよ。いやいや中居君パンクロッカーやと、次の日フジロックやからって帰るような人やないやろとそれバカにしてあげたらあかんバカにしてるわけやないよ。言うてもこれ日本一のねこれパンクロッカー第一人者やでと、そんな朝リハあるかなんか知らんけどせえへんやろと、リハも分かりませんよ分かりませんけど、でもまあでも多分大丈夫ですと、でもそこそこの時間やで飯食うてからの後やから、いやまあまあはいそこはまあでもなんとか大丈夫だと思いますと、ほんまかやな言うてて、その次の日ぐらいに今度宮迫から電話かけたんです。で、兄さん聞いてもらいました中居君から「ああ聞いてる聞いてる」って来てくれはることになって「いやちゃんもう宮迫も中居君にも言うたけど、いやその後とかどうすんのよ、ケアとか大丈夫なんか」と。いや兄さん次の日フジロックなんで早帰りあると思うんですよ、ね、だから宮迫とお前だからロッカーをバカにすなってお前もそういうこと言うから、もうパンクロッカーって芸人と同じような、まあ同じようなっていうか似たようなところがあるんちゃうかと、仮にもお前も芸人ならそんな次の日ライブがあるからって早帰るっちゅうようなことを思うな言ってもう怒ったんですよ。お前もそうやぞ、お前のライブがあるからって前の日飯行ってて帰りますって言われたら俺怒るぞって、あすいません、まあでもまあそうです、僕が勝手にはいそう思ってたんですいません言って、でまあでもなんとかします言って、で当日来て、でまあご飯一緒に食べてね、ほんで二次会行って、で河本とかがまず最初にこうギター持ってきて出てきて、で松本さんの奥さんおって「もうなんやねん」言ってなんかわけのわからん歌歌ってな、でまあまあもう一曲いきますって今度一回外出て、今度は河本の代わりに河本そうで広瀬さん出てきてじゃんじゃが言うて、もう日曜日よりの使者を歌いはったんですね。でも兄さんももうそうやし奥さんも感動してくれはって、うわー言うて一曲終わってで座りはって、さあこっからやと思ったね。でもまあ僕は飲み物一応聞こうと思って「広瀬さん何飲まれますか?」って言ったら「明日フジロックなんで薄いウーロンハイ」半分なんで帰りはりましたね。ちょっとうそーんって思っただけです。1年越しでね、人の想像力ってこれそれぞれ違うんやなという話なんですけど、去年さんまさんとのメールのやり取りの話なんですけど、毎年ここでフジテレビで27時間で夜中に中居君とさんま中居の今夜はね眠れないでさんまのラブメイト10ってあれ毎年構成でお手伝いさせていただいてる。ほんで去年終わった後楽屋でお邪魔してお疲れ様でしたってプロデューサーさんとかいらっしゃる中でまあタバコとか携帯置いてはっておもろかったな言ってはるんですよ。でさんまさん意外とタバコのケースとかライターとか携帯とかにスパンコールじゃないわラインストーンみたいなの貼ってあるね、ドクロとかいっぱいやってはって、ほんでこれはキモいな後輩とかがもう似合わへん言うねや、さんま兄さんそんなんもう普通でもう追ってくれないもう嫌です言うね、かめへんやんな別に、いやまあいいんじゃないですか言うて、いやもうあれすんなこれすんなうるさいねんどんなイメージか知らんねんけど、で俺も一回な胸のとこにな入れ墨入れよう思ってんねや、タトゥーをな入れよう思ってんねや、どんなん入れよう思ってはるんですか、あもうな笑い有事や、あなるほど、いやもうこれやっぱ俺笑いしかないやろ、あそりゃそうですねって、でも入れたらあかんって後輩言うねん、いやでも兄さん入れたっていうかにじみ出てきた言うたらええんちゃいますか、おおいただきやー言ってそういうの言ってそうか俺ぐらいになったら出てくんねや言うたらええねや出てんの俺もほら出てるで、なるほど分かったお疲れまた頼むわって帰りはったんですよ。あよかった機嫌が帰りはったと思って、次の年もまた同じようにまたお手伝いさせていただいて、その年はご挨拶できなかったんです、楽屋に行けなくて、でそのままもう出られたっていうことで、ああしもたな思いながら。次の日のお昼にメールしまして「昨日すいませんご挨拶できませんでしたお疲れ様でした」「昨日も大変笑わせていただきました」ところで「笑い」という字がそろそろ出てきたんじゃないですかってこう入れたんですよ。去年のことはもう多分寝てはるかな思ったんですけど、27時間やった後の真っ昼間なんで即帰ってきまして「お疲れ出てきてる竹冠が」えっ書き順で出てくんの？ああ一瞬分かる竹冠、ああ笑いの竹冠か、え全体にうっすら出てくんじゃないの？書き順やったら分からんやんまだ過去かも分からんし答えかも分からんし白いな思いましたけど。木村祐一の方ですね、これはね。あ、はい。去年なんですけど、お好み焼き屋さん。東京のなんですけど、お好み焼き屋さん入って、それでまあテーブル埋まってたからカウンターに座ったんですよ。カウンターにいた店の兄ちゃんが目の前で他の人のもまあいっぱい焼いてる。焼くんですね。でまあそれ焼いてるのはみんな好きなもんですから、それで向こう側に背中向けてキャベツ切ってるおっさんおったんですよ。ほんでこれがもう一手にメニューを引き受けてる感じだったんです。ほんでまあ座ってまあ豚玉とかなんか頼んで。ほんで見てたら前の人の3枚分を今からこう焼こうとしてる感じで、ほんで広島焼きみたいな感じでこう薄伸ばして伸ばして伸ばしてやって、でキャベツのせてして最後に卵割ってこうひっくり返してペタってやったら仕上がりみたいな。ほんでまあなんとなし見てたら1個目が双子卵やったんですよ。あるね。ほんであと思って、でまあそれとまあ別に1個目やからまあそんなにリアクションもなしにまあまあ喋ってたんです。ほんでまあその兄ちゃんももうぐちゃぐちゃっと混ぜて、ようあることなんでしょうね。バッとやってバッとやって、次のやついてまた双子卵やったんですよ。でこれさすがにおっと思って顔見合わせてふっと見たら、それも何にもリアクションなしでまたぐちゃぐちゃってやってまたペッと2個目仕上げはったんですよ。そういう卵発注してんのかなとか、そうやって君の方が面積というかまあ大なるから美味しいかなと思って卵の箱とか見てたんですけど、別に双子卵なんか書いてないですね。でまあまあリアクション薄いからまあそんなもんなんやって、3つ目また双子卵やったんですよ。あ、俺はこれは完全にもうそういうの発注してんねやと思って、パッと兄ちゃん見たら、その兄ちゃん焼くコテ置いてキャベツ切ってるおっさんに言いに来よったんですよ。どんな言い方で言うたんや。切ってるおっさんも言われて。珍しいことじゃない、やっぱり。そやけどもう手元に1個しかないので証明できませんよ。3つ連続でそこで初めて俺の顔パッと見よるんです。いやいや知らん知らん知らん、今まで知らん顔してたよ。何急に証人みたいなそういうことはありますね。いいですね。ああいいですね。駐車場のもう係員やってはんやったら車の構造も知っといてくださいということで、年配の方でね始まりかららしい。この後初代 MVS 木村祐一、人志松本のすべらない話10周年おめでとうございます。人志松本のすべらない話10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。駐車場のもう係員やってはんやったら車の構造も知っといてくださいということで、年配の方でね始まりかららしい。前回です。いやいやもうでももうほんま最後僕はもう今からなんねんって言うたという話なんですけど、あるロケでここのホテルの駐車場入れてください言って女もうゲート開いてベテランと見える制服着た警備の方がこちらどうぞって、もう柵もなんもないんです。もう四角い地面に車の方が書いてるだけの、もう全然広いんですよ。でこう車こう前出して前出して斜めにちょっと行ってケツからこう行って「おらい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 」もうここまで来た時に運転手が「ストップ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 」言いよるんですよ。何ですか言って窓開けたら「まっすぐ入れてください」って言うんですよ。今からなんで出たそれしか考えられない。そう行くわけないよ。だから前タイヤ曲がってんねんから。こう行くとますからね。そりゃそうですね。なんやこの。これが世に今からなんだって。止めてね、駐車券、いやもう私がやりますって駐車券のとこずーっとなんか待っとるんですけど、上から出てきてデコ当たっとる。初めて。初日や。初日見えたけど。まあなんか短い話やけど、ものすごいキャラが詰まってましたね。ああそうですか。はい。車屋のおっさんの話なんですけど、考えられない車屋のおっさんなんですよ。見に行ってなかなか欲しい色がなかったんですよ。黄色が欲しかったんですけど、もう紺か赤しかないから、もうしょうがないから、もう紺でいいかと思って買いに行ったら、たまたま黄色があったから、これどうしたんですか？ネットで調べてもそれまで出てなかったんで、いや昨日入りましたと、うわほんなもうこれ絶対運命やわ言って、もうすぐ申し込み金払って、で担当菊池ですと、今後ともよろしくお願いしますと、32、3ぐらいですかね、結婚指輪はめた、まあちょっとシュッとした外車のディーラーの子ですから、爽やかな感じの、まあようやってくれそうな子なんですよ。でまあこう申し込みして、であとまあ書類やなんやかんやかしてもね、その途中で手違いがものすごいんですよ。その最初、まあ、菊池さんだ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 んもう腹立ってくるような、例えばそのナンバープレートをこれにしてくれ言うたら、もう全然違う数字で車検証上がってきたりとか、お金振り込んだのにいつですかっていう電話かかってきたりとか、何考えとんねんっていうことがものすごい続いて、なんやかんやあるんですけど、やっとまあまあ納車の日、もうせっかくのその求めてた色もあったから、もうできるだけ怒らんとこうということで、まあ納車今日終わったらもう何もないわと思ったら、1時に来る言っても12時40分ぐらいから表でこうゴルフのスイングしたりとかして、楽しみやからね、楽しみで、その菊池ともう一人若いやつとで2台で行きますと、そこの交番のとこを鋭角に曲がって、最初のカーブミラーは右曲がりまんねんで言うてるんですけど、最初かかってきた時そこまず通り過ぎてるんですよ。いやだからそこも一方通行やからバックできへんから、もう一回もう山手通り回っていかなあかん、もうまあしばらくまた家ちょっとだけ入ってなんか水飲んで、でまた出て待ったんですよ。坂の上の方のその最初言うたカーブミラーのとこをこっちに降りてこなあかんですよ。もう 200m ぐらい向こうなんですよ。また生きよるんですよ。また一周やってまた電話して、今のとこ見てましたと、今のとこや。黄色いのがそんな形で車見たないしね。言って、はい、なんでここ来るはずのやつが何回も向こう行くの。ほんでまた2回目でやっと来て、でも乗ってた方がもう一人新入社員の方をやったみたいなんですよ。で菊池は、その会社の乗って2人で乗って帰る紺の別のを家の前に止めてるんで、このガレージに止めてくださいと、でこうバックでこう入れよう、バックもそれが下手で、もうそんな狭い駐車場ちゃうんですよ。こう斜めに入って前へ出て、今度ちょっとこっちになってまた戻して、でもう次やりますわって思った時にやっとスーッと入ったか思ったら、家の前に洗濯機を置いてたんですよ。最後の最後にそこにゴチーン当たりをくる、もうそれでもうブチーン来て、今までのこともあるからもう降りろお前、樋口来い、ナンバーは間違う、振り込みはまだかい、電話ある、カーブミラー何回も行き過ぎる、全部言うた、最後の最後に洗濯機に当てるってどういうことやお前、考えられんぞ、申し訳ございません、いやもう許せん、この件はもう絶対水に流すわけにいかん、お前今から会社帰って上司と連名で直筆で菊池と上司の名前なんか知らないけど、なんとか部長かなんかの名前書いてハンコをして詫び状をすぐ持ってこい、まだ家におるから行けって「分かりました」って行きよったんですけど、10分ぐらいしたらピンポーン来るんですよ。そんな早いこと戻ってこれるはずないんだからね。その若いやつは返して、菊池だけがドアの前に立っとるんですよ。何やねんこの度の数々の不祥事、木村様にはもうお詫びのしようがございません、私いろいろあれから本社に戻りまして、言われた通り書類を作成しようかとも考えましたが、ここは責任を取らせていただくべく会社を辞める決意をいたしました。じゃ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 お世話になる、じゃじゃ困るな。待てよ。困るな。困りますねそれ。そんなにね。待てと。お前がやめようと思ってたのも知らんやん。それは知らん。なんかこれをきっかけにお前都合のようにお前国会議員みたいにお前首でお前責任取るとかお前簡単なこと手段を取れなお前。ははん分かった菊池。上司に言うのが嫌ってんな。はい。そうか。情けないぞ菊池。やめさせたないからもうそこでお前分かる上司とお前じゃあ普段からそういう責任を取ってもらえるような間柄を築いてなかったんやなと。それはでもお前に責任があるぞ。どないやねん。しかもどないやねん。菊池お前の上司もそれは情けない。俺がお前の上司ならお前のミス一緒に謝りに行ったるぞと。そういう間柄を気づかれへんかった上司にもお前にも問題がある。分かった。もう上司の直筆のサインはいらん。お前だけのもんでいいから持ってこい。そして辞めるというのはもう聞かへんかったことにする。関係ないじゃん。関係ない。違う。ここで何の話やねん。何カッコつけてんの。このヒューマンドラマ腹立つやんか。やめさす元は車の客やったんでしょ。家族もおんやろと。お前男なら木村さん怒らせてしもったと。もう俺の商売分かってるよ。これもテレビで言う。それはもう覚悟せ実名も出す。それはええな。はい。了承済みやで。お前がもし男として仕事のけじめ取りたいなら俺がその車をもうええわもう乗り換えるわっていう日まで勤め上げてそれからやめるならやめて。玄関で長いことしゃべるな。不動産屋にお前が再就職するならば名刺の一つも持ってきたらあ俺が将来家買う時はじゃあ菊池から孝太郎かいと。どんなだそう思われるような人間になれ。なるほどなるほど。で菊池玄関先で涙ボロボロ。なんやこれ。こんなにミスした私にそんな言葉をかけてくださるなんて。涙です。ありがたい言うてもう分かった行け言うてこれからは男の付き合いや言うて。渋い。また30分後来てピンポン押してこれ木村様の恩情に感謝しまして詐称ですがこちらをお納めください言うてうちの会社の車はフランス製ですのでフランス産のワインでございます。酒持ってきてどうすんねん。車にまただから飲んねん。そういうとこやぞ。なんでそうなったかは僕もわからないです。なんでそんな説教。ああ疲れた。もうこんなキム出ても喋らせへんから。2回目です。後輩なんですけど、お前見てんのかお前。見てんのか。聞いてたんか。分かってんのかっていうね。もうこれね。2時に来いと昼の休みの日に、飯行ったらいろいろしようとで1時半過ぎに電話かかってきてなんでやねん思ったんですけど今中目黒駅に着きましたんで今から行きます。まだ2時やんけと思って来て待ってたんです。ほんなら1時、駅からそんなかからない1時50分ぐらいにピンポーンで早いちょっと早いなと思ってちょっとチェーンかけたまま2時やバッて閉めたんですですいません言うとんのを聞きながら着替えて2時に出て行ってほんで車乗れやって言ったら「何食う？」言ったら「早く着いたんで駅前でそば食べてきました」はあお前今からお前2時やけどこの世界別に今もうおきんの昼ぐらいやんけとお前食べてきてたら食べへんことしかできへんやん。食べんと来てたら食べることも食べへんこともできるやんけ言うてすいませんお前彼女とデートで2時に待ち合わせたら食うてくるかいや行かないですそういうことやろ言ってもうええわお前そのそば食うたか知らんけど俺腹減ってねえからもうちょ俺ラーメン食いたいわお前悪いけど、うん、餃子かなんか食うとけいや大丈夫です行きますいやそりゃそうや言ってラーメン屋行って、うん、すいません僕ラーメン言うてお前も餃子か言うて俺もちょっとぐらい手伝えるわいや僕もラーメンあとライスはあ、僕ラーメン頼んだらライス言うことに決めてるんですそうなん食べれんにやったらええけど食べてああ決めた腹立つ思いながら、まあ、車乗って「どこ行こう」ってちょっと羽田の近くの海浜公園みたいなとこ行くの好きなんですよで横のしてキスかなんかかけながら行ってたらこう助手席こう肘をね窓のところにこう置いてねこうやってリズム取っとるんですよ腹立ついや肘だけやったけどこのリズムがさなんかまあ先輩の曲でみたいなまあええねんけどもう俺の曲ちゃう曲先輩車の曲でいいんですけどそのそばがあるというのもまあまあ組んでいただきたいそれで行ってでテトラポットみたいな海岸のところ通ったらなんか子猫なんかおったんですよ。ほんでうわうわ捨て猫かなみたいなミャミャ言っててで、まあ、それ見ながらそれはまあ触れずに行ったんですそいつも見とったんです、うん、見てんの1時1でいいから見てたんで飛行機がこう着陸するのを見るんですけど全日空が結構着陸してたんで、うん、まあまあ何もしゃべることもないから「これどうでもええけどこれ全日空ばっかりだなこれ」言ってたんですよ。ああそうですね言ってなんかその宮川大輔花子師匠の大輔師匠のマネじゃないですけどもようしゃべるなこれみたいな感じでまだ次全日空来たから「どうでもいい全日空ばっかりなこれ」って言ってたら「ああそうですね」言ってで次ジャス来たの当時ジャスってレインボーの北のジャス来たので俺もう普通にもボケようかな思って「どうでもいいけど全日空ばっかりなこれ」言ったら「JAL ですジャスや」見てんのか言うて適当に言うなボケ言うてもう帰ろう言ってで猫のとこまだ通ってしばらくしたら「お前あれ猫かわいそうやな」言って「猫なあれ子猫あれ行さん生まれて捨て猫かなあれお前行さんおったやろはい2匹いましたね45匹や」どう考えても45匹や。見てんのか言うてあれもう帰ろう帰りはもうあれやもう曲これちょっと腹立つやっぱ腹立つ市役所の落語や言うて落語パーンかけて運転したらしばらくして寝とるごっつ腹立つごっつ晩飯行かなかったです分かってないガムくれ車で言うと飴じゃなくてですかガムや分かってんのおるやろガム飴じゃなくてガムですね何それもうこれは入れましたよ。誰もう一回。あ、木村さんも一回だね。じゃあキム行きましょう。はい。それお前5回連続言うっていうのの後に4回連続言うっていうのをいいですか。すみません。5回連続言うって思う後に別の4回連続言うシチュエーションなんですけど。去年美ら海水族館行った時にあれ水族館はもう巡り合わせといいますかある程度の人と同じ感じになりますねもううるさかったらもう抜きつ抜かれつ結局こいつらかまたみたいな順路やからしょうがないですけどそのうちまあカップルやったんですけど付き合いたてでまあキャキャ25、26の東京ですかね東京から旅行で来たみたいな僕もまあ妻とやったんですけどもうそんなキャキャはそんな結婚して何年もなるからしないんですけどまあリアクションは割としますやんまあ大きいねジンベエザメがなんか言いながらでまあこいつらが気になるんですよそこ長いなみたいなねお前エビのとこ長いなみたいな男はエビのとこ長いけど女はなんかちっちゃいの長いなみたいななんでお前らの好みまで知ることになんねんみたいな写真は意外と撮らへんのねみたいなことを思いながら。いかなあかんはめなってほんでねまあそのなんちゅうんでしょう女の方がなんかこうまあ言うたんですよ、まあ、問題提起と言いますかでもさこいつらすごいよね水の中で生きてるんだもんねってなんか深いようななんか哲学的なうちらだったら死ぬよねうん、うん、まあせやな、うん、そのか彼氏の方が、うん、でもさこいつらも陸に上がると死ぬよ名言なのかなんや分からんぞみたいなどのぐらいのとこで言うてんのかレベルがねまあでまあ次行きよと、うん、今度なんか触れるみたいなとこスペース行ったらなんかぬるぬるのやつがなんか海牛じゃないんですけどなんか浅いとここういう感じのとこに浅瀬でこう触ってください言ってぬるぬるのやつがあるんですよ。でそれを女の子が「キャー!」言うて「でもさこれさなんかに使えるよね」なんやなんや彼氏の方が「そうだね何かに使えるね」それはもう全然答えになってないもうええわ隣に人手がおったんですよ人手が女の子初めてなんですかね意外とでかいよねって言うんですよで男はそれ何も言わないんですよ多分見とるんですねこれぐらいや思っとるんでしょうね人手は知ってるとそれに対して「いやこんなもんやで」っていうのも、うん、違うやろうしって人手ってこんなにでかいんだでかいね人手って人手ってこんなでかいんだ人手がこんなでかいとは思わなかった誤解や誤解やで生きよったんですよでまああとイルカショーかなんか行ったらもうその人らも分からんようになったんですけど先週銀座で道端歩いてたんですよこれ30半ばの男性2人が、うん抜きながらずっと一人がもう一人に「アンパンマンがさ」って言うんですよ「アンパンマン銀座で35、6の男同士がアンパンマン最初一発目「アンパンマンがさ」あうんあれアンパンマンってさ顔やんじゃんうんうんアンパンマンさ」3回目もアンパンマンから始まんねや3回目はもうそのアンパン主語はもういらんやん、うん、アンパンマンの話ってなってんねんから、うんうん、画面やったらもうアンパンマンの話でしょ、うん、3回目もアンパンマンがさでももううちの子はもう卒業したかなで終わったと思ったらアンパンマンさ4回という人で5アンパンマン4ねまあまあわかりましたよ喋ってない人いますからねもうこれはもうしょうがないよくあることなんで二子玉川っていう駅の横のビルのイタリアンレストランで当時ドラえもんの声やってはった大山のお父さんが「ペペロンチーノ」って言うてはりました出すみたいに出すみたいに出んのかな注文する側が受け取る側が注文する側がしょうがないよねそれはしょうがない声色変えるわけにもいかんもんねあれが声なんやからね地声なほぼ地声やもんね声変えずにやってたんですねそういう悩みはあるでしょうねそうですねどこ行ってもありました